皆さんこんにちは、アパレルです。今回ご紹介する商品はニードルズのトラックパンツ、こちらストレートのタイプの方ですね、そちらをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで、まず簡単に素材やディティールからなんですけども、こちらニードルズの定番のトラックパンツが2023年の秋冬シーズンの新色として登場しております。こちら過去にもね、ブーツカットのタイプ、ジップドのタイプね、ご紹介してるんですけども、そちらと生地全く一緒の、形がストレートのタイプとなっております。今シーズンはシックなカラーリングの全3色でのリリースとなっておりまして、伸縮性や通気性に富んだポリエステルジャージー素材を使用した快適性に優れたアイテムとなっております。まあ、本当にアイコン的なこちら蝶々のねマークであったりとか、もう本当にあの定番の変わらずといった感じのデザインにはなるんですけども、まあ本当にね、このシーズンごとのこのカラーの違いっていうところ、まあそちらの配色がね、もう本当に人気の秘訣にもなってるんですけども、まあ本当にオーソドックスなデザインのワイドなストレートシルエットとなっておりますので、まあ非常にコーディネート等にもね、あの組み込みやすい感じのデザインなんじゃないかなと思います。結構ね、こちらストレートのタイプ、フレアのタイプ、ジップドのタイプ、膝デルのタイプなど、さまざまな形があるトラックパンツなんですけども、まあ個人的にはね、このストレートはもう一番ド定番な、タイプとなっておりますので、もう流行り廃りなく飽きのこない感じで、コーディネートも非常に組みやすい、形となっておりますので、まあまず、買うならこちらのストレートのタイプがあれば、まあ間違いはないんじゃないかなと思いますので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。でこちらネイビーのカラーもね、本当に深みのある感じの、お色となっておりまして、非常にねこう上品な光沢感のあるような感じかなと思います。で実際着用してるんですけども、163cm、54kg で今 S サイズを着用しております。まあ、丈感に関しましては、僕の身長になるとちょっとね、あのこういうペタンコの靴履くと結構するような感じにはなるんですけども、まあ本当に160後半の方とかでしたら、本当にいい感じの丈感で履いていただけるんじゃないかなと思います。まあ、ウエストとか腰回りに関しましては全然あのちょうどいいぐらいの、ゆとりかなと思いますが、まあ後で履いてるんですけども、本来ジャストサイズであれば、まあもう一個下の XS でも、全然いける感じかなと思いますので、まあ、S にするとちょっと太ももの裏ら辺が、まあ、ちょっとね生地が少しゆとりがあるかなっていう感じの印象を受けております。ですのでもう本当にね、かなりあのコメントとかでも多いんですけども、やっぱりサイズ選びっていうところがね、なかなかあの動画上ではねお伝えできる部分は、結構難しいかなとは思うんですけども、まあ本当にあの参考になればなと思うんですけども、まあ160後半ぐらいの方でやや細身の方とかでしたら、まあ S サイズでもう本当にスッキリめでお使いいただけるんじゃないかなと思います。でこちらがもう一色の方ですね、ワインというカラーなんですけども、まあ、ちょっとボルドーに近いような感じの発色のイメージで思っていただければいいかなと思いますが、まあ、非常にこの上品さっていうところは先ほどもあったんですけども、まあ、今回ご紹介している3色の中では一番個人的にはその上品さっていうところが一番まあ華やかな感じはこのカラーなんじゃないかなと思います。まあ結構ね、暗めなトップスとかの相性もね、非常にいいかと思いますし、まあこの上に、まあニットとか、まあその辺のコーディネートを合わせていただいたりすると、非常にかっこいいスタイリングもできるんじゃないかなと思います。まあこちらね、ストレートといってもね、そんなに特別めちゃくちゃ細い感じの、イメージのあのシルエットではないですので、まあちょっとね、先ほどもお伝えしたんですけども、ワイドシルエットの、タイプとなっております。で、こちらも同じく S サイズを着用してるんですけども、まあ本当にね、あのこの色もすごくね、綺麗な感じで、黒とやっぱり相性は非常に個人的にはいいかなと思います。一応ウエストはあの中にドローコードが入っておりますので、そちらに絞っていただければ、まあずれてくることはないかなっていう感じですので、まああの、こちらのね、ストレートのタイプはね、まあジャストで履いていただくと、やっぱりもちろん一番形は綺麗なんですけども、まあこれぐらいの緩さが、まあ緩く履く限界かなと個人的には思っておりまして、もう一個上まで上げてしまうと、かなりね、ちょっとシルエット自体がちょっとこう崩れ気味にはなりやすいかなと思いますので、まあその辺だけ、ちょっとでもね、ご参考になれば個人的には嬉しく思います。一応ね、あの裾上げもできるタイプとなっておりますので、まあ、ストレートな分ね、形も裾が上げてもこう崩れないというところはまだ、プラスな要因かなと思います。
で最後ですね、続きましてが、こちらのアイビーグリーンの方ですね。個人的には今回の、3色の中では一番おしゃれ度が高い感じのカラーなんじゃないかなと勝手に思っております。まあ、これもね、一見こうコーディネート難しそうなんですけども、まあ、履いてみるとね、意外とこう深みのあるグリーンっていうところですので、あのトップスの色もね、意外と選ばずお使いいただけるんじゃないかなと思いますので、見た目よりかは使い勝手が、個人的にはいいんじゃないかなと思います。またね、このラインとの色のコントラストっていうところ、グリーンに紫っていうところがね、非常にこうなんかおしゃれ度がめちゃくちゃ高いんじゃないかなと思いますので、まあ気になる方はね、こちらの色もぜひチェックしてみてはいかがかなと思います。まあこちらの方は一応 XS 履いてるんですけども、まあ履くとこんな感じですね。身長が163cm、54kg で、着用が XS を履くとこんな感じですね。まあ一番違うのはね、やっぱり腰回りの、シルエットの出方っていうところですかね。お尻周りもね、程よくフィット感があって、まあ太ももの裏もね、こちらもフィット感が出るような感じの、シルエットとなっております。やっぱりね、この辺の方が、やっぱりラインとしてはすごくこう綺麗に足がスラッとこう見えるようなシルエットは、やっぱりジャストサイズで履くとこのぐらいで出ますよっていうところがね、ちょっとでも、参考になればなと思います。結構ね、これも先ほどのワインと同様で、まあやっぱり黒とかの相性はね、非常にいいカラーだと思いますので、まあそういったコーディネートもね、秋冬、楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。まあウエストもね、決してきついとか全くなくて、まあ丈感もね、これでしたら裾上げなしで全然スニーカーとか合わすと、まあ使えるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回ご紹介してきましたニードルズのトラックパンツのストレートのタイプですね。お値段が税込みで 23,100 円となっております。まあ、冒頭でもお伝えしたんですけども、こちらブーツカットのタイプとジップドのタイプはもう販売されておりますので、まあそちらもね、過去の動画から、ちょっとでも、見ていただければすごく個人的には嬉しく思いますし、まあサイズ感などね、まあ本当にちょっとでもご参考になればなと思います。まあ XS で160中盤ぐらいの方で、細身の方でもう本当にジャストで履いていただけるんじゃないかなと思いますし、まあ、S サイズで160後半から、まあ、170ぐらいの方でも細身の方でしたらね、全然 S サイズでも余裕でこうスッキリ目でお使いいただけるんじゃないかなと思いますので、まあちょっとね、このサイズでこの身長でっていうのが、ご質問等あれば全然お気軽にコメント欄いただければ、まあ、僕の、可能な範囲なんですけどもお答えはしていこうかなと思いますので、ぜひ気になる方は、お気軽にコメントいただければなと思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。またね、こちらトラックジャケットの方はまだ入荷してないんですけども、プルオーバータイプとかも、もう入ってきておりますので、まあその辺も含めてね、また近々ご紹介できればなと思っておりますので、気になる方はそちらもチェックしてみてはいかがかなと思います。はい、ということで次の動画までまた、さようなら。